実際サッカー界から離れることに関しては不安とか恐れというのは全くなかったんですね。最近土地仕入れたので確認。最初にサッカー選手として、まあ、夢叶えてやってますけど、今ももともとやりたかったことやれてるんで、なんですごい日々楽しいです。こんな感じで、はい、いきます。株式会社オールズウェルという不動産会社を経営してます。今年で6期目になります。意外にデスクワーク好きで、結構自分のペースで家にいながらコーヒー飲んだりしながらやるのは結構好きですね。今日はこの部屋の竣工前にオーナーさんがちょっと見たいということでご案内になります。もともと 1DK の部屋だったのも、まあ、これ開発的なワンルームにリノベーションしてます。でやっぱり古い物件になると配管の心配される方が多いんで、今回は配管を全て新規取り替えで、まあ、リノベーションした後も長く使っていただけるように、いろいろ考えて施しました。でもともとここに壁が立ってたんですけど、壁を壊して、まあ、こう広い、まあ、こっちか、ここに壁があって押し入れがあって、でここにも壁があって、でこう入ってくる形だったんですけど、まあ、その間取りがちょっと現代的じゃなかったというところもあって、まあ、こういう開放的な作りにしてます。はい、電気まだついてないんですけど、竣工前にちゃんと私の方でつけます。まあ、一応私電気工事士資格持ってるんで、電気工事士の資格も取られた。電気工事士持ってます。きっかけは辞めてからじゃあ何しようか、あ、なんか不動産やりたいなではなく、私の両親がずっと不動産やっていたので、もともと興味とやりたいなっていう思いはずっとあったんですね。なので必然というかやろうとずっと思ってました。やるにしてもいろんな選択肢があると思うので、親を継ぐとか、どっか会社出るとか、あと自分でやる。で自分の中ではやっぱ自分でやりたいと思ってたんで、自分で会社を立ち上げるという方を選びました。すぐに最初はなんかマンションの一室みたいなところから始まって、そこじゃ人も来れないし狭いしということで、はい、2年ぐらいまで移転して今に至ります。最初から本当に全部が用意されて、そのレールに乗っかればなんとなくうまくいけるみたいなものが全然なくて、本当に最初はもうとりあえず事務所は、まあ、どこでもいいじゃないですけど、まあ、ちっちゃくてもよかったですし、まあ、とにかく自分たちの実力と、まあ、経験と、まあ、そういったものを増やしたかったんで、まあ、あんまり最初は見た目どうこうとかはそこであんまりかっこつけたりとかはしなかったですね。もともと不動産やりたいっていうのもあったんで、この業界で自分で会社作って、まあ、ゼロからやっていけるっていう楽しさみたいなの方が全然強かったですね。まあ、ただ不動産やるにしても最終的に決断するまではやっぱりサッカーから離れるの辛いなっていうのはあったんで、決めるまではやっぱり多少の葛藤はありましたね。もう決めてからはもう一直線でしたけど、それはでも、まあ、経営というか今私がしている社長業っていうところでもやっぱり日々決断することってものすごい多いんですね。でその中で決めるまでは結構慎重にやっぱりいろんなリスクヘッジとか考えたりとか慎重にやるんですけども、まあ、決めてからは迷わずもうとにかく進むっていうことは意識してます。これからリノベーションリフォームを、しようとしている物件の内容についての打ち合わせです。お二人で、はい。そしたら、一応ですね、もう昨日打ち合わせしてるんですよ。はい、で、やる内容としてちょっと伝えするんですけど、
小宮山真子です、はい、よろしくお願いします。楽しいし、私はありがたかったなって思ってますね。やっぱり、まあ、感覚的にそのサッカーやってた時は、まあ、奥さん皆さんね、いろいろやると思うんですけど、サポートみたいな。私どっちかっていうとサッカーやってる時はすごいこう貴重な時間っていうか、こう楽しませてもらう感じのイメージで、どっちかっていうと自分はこうサッカーやめた後に自分のむしろ本当の意味でサポートっていうか出番かなみたいなイメージがあったんで、だからこうようやく来た出番みたいなイメージでした。なんだろう、すごいなって思うところは あって、なんだろう、自分がこう足りないって思うところを放っておかないんですよね。なんか本当こう毎日ちょっとずつでもなんかそれを補う努力をこうずっとするっていうところがあって、なんか割とサッカーやってるこうプロサッカー選手なんかはこうサッカーに対してそういうふうにコツコツやるって結構イメージつくんですけど、こう社会に出て普通の仕事して同じことがこうできるかっていうと難しい、私なんかできないんで、それをね本当に毎日やるんですよ、何かしら。だからそれはすごいなーっていうふうに思いますね。いや、そういうんじゃなくて、そういうんじゃなくて、そういうんじゃなくて、そのなんか私だったらどう思うかなって考えてるのよ。いや、もうバチバチっすね。いい意味で自分たちでやってる分、お互い本音で話し合えないと難しいですね。それがやっぱり利害関係のない妻から本音で話されるということは、やはり結局会社のためを思っているので、まあ、そこはそこで一旦会社から離れれば、まあ、普通に仲良くはやってます。あんなに怪我してて7年もいさせてもらえたってなかなかないと思いますし、だから最後フロンターレで200試合迎えれたのは自分の中ですごい嬉しくて、私轟で見に行ってたのですごい覚えてるんですけども、単純に嬉しかったし、本当に嬉しかったし、すごいなっていうだけでした。父ファンみたいな気持ちで、優勝した瞬間、家族席みたいなところにいたんですけど、みんな抱き合って泣いたりとか拍手したりとかして感動しましたね。うわーっていう。その前の年にもう自分も試合出れなくなって、それはもう自分の中でも、あ、それはそうだろうなっていう思いで感謝とともにもう移籍してるんで、もうなんか結構一線は引いてるというか、変に悔しいとかそういう思いは本当になかったですね。最後、自分の理想としては引退するって決めた時にピッチに立ってて、その笛が鳴り終わった後に、なんかもういろいろな思いが込み上げて、みんなに感謝言ってスパイクを脱ぎたいみたいな思いがあったんですけど、それができないまま、しないままこのまま終わっちゃっていいのかなみたいなところがあったんですよね。でそれと同時に1年間サッカーするのがマジ足痛すぎてきつかったんで、これから解放されたいみたいな思いも同時に同じくらいあって、なんかなかなかそれに答えが出せずにモヤモヤしちゃってたというか、なんかそこまで決断するのに最後ちょっと多摩川でそれこそ嫁とサッカー練習してみたいな、なんかそんな期間があったんですけど、自分の中でも答えが出せないっていう辛さが、決断っていうことが辛かったなって今思えば、なんかその気持ちも含めて、そういう期間も含めて、今だったらもうやりきったってもう心から言えますし、本当にいいサッカー選手の時間を過ごしたなって思います。世間が思ってるセカンドキャリアって、大好きだったサッカーやめてその後にやるのは、もうサッカー以上に好きなものが見つかってなくて、でも一生懸命頑張ってますみたいな、そういうイメージなのかなって思うんですけど、実際私が知ってるセカンドキャリア、ユウスケもそうだし、ユウトとかも生き生きしてやってるし、セカンドキャリアって言っても結局今までのサッカーが生きてる部分もあるし、全然別々じゃないよみたいな、
むしろセカンドラが長いからそっちの方でむしろ全然みんな輝いてるし、自分自身今めちゃくちゃ楽しく充実して成長してやってるんで、セカンドキャリアってそういうもんだよっていうのも今のサッカー選手だったりには分かってもらえたら嬉しいなっていうふうに思ってます。むしろ何も恐れることなくて、むしろ今サッカー選手であることをめちゃめちゃ頑張って全うして、そればっかり考えてる方が後々の多分むしろそのいわゆるセカンドキャリア生きると思うし、なんかその今貴重な時間をとにかくやるっていうことは非常に大事だなっていうふうに思ってます。